カリストスウェア不主教を、ディオクレイア不主教カリストスは、コンスタンディヌーポリ全地総主教長の干渉下にある、不主教である。ディオクレイア不主教の称号を持つが、これは、明記的なものであって、実際にディオクレイアを管轄しているわけではなく、英国に在住している。百六十六年から二千一年の間、彼は、オックスフォード大学において、聖教会研究の講師を務め、 聖教信仰に関係する膨大な書籍、論文を表している。1985年には来日講演を行った。不思教科リストスは、俗名、ティモシー・ウェアとしては、イングランド、サマセットのバースに生まれ、ウェストミンスタースクールに手学位を取得し、オックスフォード大学のモードリン・カレッジで学び、そこで古典と神学の両方で主席となった。 1958年24歳の時、それまで英国国教会に属していたカリストスウェアは、聖教信仰に入り、歩道なくしてギリシャを旅行し、パトモス島の神学者、ヨアン修道院で長い時間を過ごす。彼はイエルサレムやアトスさんなど、他の主要な聖教会にも親しんでいる。1966年には司祭に助成され、 修道生願を立てて修道士となりカリストスの修道名を得た。同年彼はオックスフォード大学の講師となり聖教会研究を講じ引退までの35年間その任にあった。1979年に彼はオックスフォードのペンブロークカレッジの特別研究員に任命され、1982年にはディオクレーア主教の称号で主教に助成され、 コンスタンディヌーポリ総主教庁下にあるサイアテラ、及び英国大主教区の補佐主教に任じられた。ノブセにもかかわらず、カリストスはオックスフォードに留まり、オックスフォードのギリシャ正教会共同体の教区の私牧と大学講師としての務めの両方に当たった。2001年の引退からも、不主教カリストスは、正教会についての出版と講義を継続している。 最近まで彼はケンブリッジの聖教クリスチャン研究機構の管理委員会の議長を務めた。イオナ聖教交流会とアトス山交流会の議長も務めた。2007年3月30日、コンスタンディヌーポリ全治総主教長のせい、ノ戸はカリストスがアングリカン聖教神学委員会議長の任についたことを受け、ディオクレーア主教区を不主教区に格上げし、 結果カリストス主教は不主教となった。ありがとうございます。